新型コロナウイルスの感染拡大で大きな打撃を受けている飲食業界。3月には全米規模でレストランの営業が大幅に制限され、多くの店が休業を余儀なくされました。先月の調査では休業したレストランのうち、そのまま閉店に追い込まれた店は6割。今も店内飲食が許可されていないニューヨーク市では、3軒に1軒のレストランが営業を再開できないと予測する専門家もいます。では、ニューヨークでブームと言われて久しい日本食はどうなのでしょう。現状を取材しました。まずお話を聞くのは、日本企業の海外展開支援などを行うJETRO、日本貿易振興機構ニューヨーク事務所の荒隆弘さん。JETRO の調査では、ニューヨーク州の日本食レストランの数はカリフォルニア州に次ぐ全米第2位です。新型コロナウイルス感染拡大前は日本食ブームと言われていて、新規に開店するお店や売り上げなど本当に好調だったと思うんですけれども、ニューヨークに日本食レストランどのくらいあったんですか？ JETRO が2018年に出しております米国における日本食レストラン動向調査ではですね、ニューヨーク州において約1900店舗のレストランがございます。でこの数字というのは増加をしておりますので、日本食はよく浸透しているとニューヨークで支持されているのではないかと思われます。そうした中でその比較して現在どのような状況になっているんでしょうか？公に出されたデータというのはないのでよくわからないんですけれども、室内飲食の営業が先送りされておりますので、レストランさんとしても収益を上げにくい状況であるのではないかと、厳しいのではないかという認識はしております。完全に閉店してしまったお店っていうのはどのくらいありますか？いろいろ聞いたところを足し上げますと、2桁はいっているというふうに聞いております。なんとなく私もこう街を歩いていてね、他のレストランに比べて日本食レストランっていうのは少しこう再開のスピードが遅いような気もするんですけれども、テイクアウトとかデリバリーをされているお店っていうのはいくつかありますので、携帯とかですね、立地によるものではないのかなと思っております。で中にはですね、ニューヨークはお酒のボトル売りというのを認められておりますので、そういうところをお取り扱いの店舗さんなんかはそれぞれ工夫をされているのではないでしょうか。またニューヨーク市としましても、例えばデリバリーコストを制限するとかですね、飲食店側さんに歩み寄ろうとされておりますし、各店舗もそれに適用されるように努力をされているのではないかと思います。JETRO ではレストランを含めた日系企業向けに新型コロナに関する相談窓口を開設。またロサンゼルス事務所では日本食レストランなどに向けた支援相談窓口を開設し、北米全体からオンライン化やテーブル席の配置などの相談を受けているといいます。今後コロナが収束してレストランなどが通常通り営業できるようになったとき、この日本食ブームっていうのはまた復活するんでしょうか？日本食が持つヘルシーさとかですね、味わいが評価されて、ここまで浸透しておりますし、今後ですね、そういう意味でも注目される要素ではあると思います。である意味アドバンテージだと思っておりますので、持ち直してもらいたいと思っておりますし、持ち直すと信じております。 JETRO も業界と協力しキャンペーンを行うなどして支援をしていきたいとのこと。では厳しい制限を強いられているレストランは実際にどのようにして営業を続けているのでしょう？これを乗り越えて初めて本物と、そういう気持ちでおりますし。こちらは1963年創業の老舗日本食レストラン。常連客にはアスリートをはじめとした多くの著名人も名を連ね、創業当時から守られている伝統的でいて新しいニューヨークならではの江戸前料理は半世紀以上愛され続けています。店内の改装工事のため休業中だった時に出された営業制限、工事も中断し全く先が見通せない状況に陥ったといいます。
えばですね、ニューヨークの大停電というのが2回ありました。それからそうですね、SARS もありましたし、もちろん同時多発テロ、それからリーマンショック、そういったことも乗り越えてまいりましたけれども、全く今回のことはですね、もう次元の違う、もう未曾有なことだと思っております。その後工事は無事終了、席の間隔を広く取り、感染予防のついたてを置くなど準備は万全ですが、その真新しい店内に客を迎え入れることはまだできません。店内営業ができていた頃に比べればですね、今はテイクアウトあるいはデリバリー、そして7月13日から始めたアウトドアダイニング、これ入れましてもですね、せいぜい2、3割っていうところでしょうか。ただですね、今アウトドアダイニングを始めてみて、こんな夏にですね、やっぱり外でお食事をお出しするなんてことはですね、私ども創業56年経っておりますけれども、こんなことは初めてのことで、なんかこう意外とですね、夏の夜をですね、外でこう楽しんでいただくと、そのようなことはですね、いいんじゃないかと。店の存続をかけて立ち上げたのがクラウドファンディング。お世話になってきたお客様にお願い事をするなんてという苦渋の決断だったものの、多くの人からの寄付金や声援は店が前に進むための大きな力になっているといいます。たくさんの方たちから のご支援や応援、いろんな温かいお言葉かけていただいて、絶対にこれを乗り切って、で、皆様をまたレストラン日本でお迎えしたいと、本当の1年でみんな従業員一同頑張っております。一方こちらは新鮮な魚を売りに2017年にオープンした日本食レストラン。日本の養殖の魚を北米に輸出する目的でニューヨークに進出し、マグロは日本にあるグループ会社の養殖場から中間業者を通さず空輸。日本と地元の市場から仕入れた鮮魚はレストランの一角にあるフィッシュマーケットでも手頃な価格で販売されています。営業制限が出た時、大きな役割を果たしたのがこのフィッシュマーケットでした。そんなことあんのっていうのがまず率直な心境で、レストランを翌日に閉めたんですけど、営業を閉めて、今後どうやってやっていこうっていうか、で僕たちにはこのフィッシュマーケットがあるんで、それを続けていこうと、あとはその翌日にマグロの解体ショーがあったので、もう営業は止められてもマグロは止められなかったの でそれをどうにかして売っていかなきゃいけないということで、週7日フィッシュマーケットを営業。自炊ばかりでお店の味が食べたいとの声で惣菜なども加え、調味料や日本酒も格安で販売しています。また今は食材が割安で手に入ることから、高級食材を使ったちらし寿司や刺身の10種盛りを開発するなど、さまざまな試みを続けています。空いててそれ助かりますっていう、ありがとうございますっていう言葉が一番最初に嬉しかったですし、週3回ぐらい来て、サーモンが私は好きだからと、毎日ロックスライスだけ欲しいと、あとはお子様、家族連れの人が、子供はここのサバの干物だったら食べれるんですごい助かってますとか、そういう今までにないような、今だから聞こえた声っていうのがあったりして、フィッシュマーケットの売り上げは上昇。5月にはデリバリー、6月には屋外席での営業を開始しました。それでも全体の売り上げはコロナ前と比べ 20% ほどとのことですが、企業向けの水産事業などを育ててこの時期を乗り切りたいと語ります。時間はいつどのくらいかかるか全く分からないですけども、必ずパーティーとか宴会とか、その3密が人がみんな好きだと思うんで、そういう時代は必ず戻ってくると思いますけど、そのために耐え忍んで
まあ、みんなが忘れた頃にまた前みたいな感じでなれる世界になると僕は信じています。はい。